ヤクさん、2日目ですね。左の内股関節に右外側の時に乗りやすいので、お、そうそうそう、立てた。で、最初のうちはやっぱ外力に耐えるのがすごくちょっと難しくて内傾が取れないんですけど、その癖をつけてから、そのタイミングができるようになってから、ターンができることによってより強いターンができるようになってきます。